横矢掛けと言います。でこうすることによって一直線よりも石垣が安定します。上の方から横に向かって弓や鉄砲で攻撃ができるという特徴があります。横矢掛けと言います。代わって右の建物、手前の建物が長屋です。家老屋敷に勤めてた奉公人さんの住まいです。入り口挟んで左右対称の形をしています。でそれぞれ別々の家族が住まいをされました。で前方の橋、北阿蘇の島が掛け替え工事中松江藩の家老を含めました。家老がこの橋を渡って左側城内に入っている。城内に来る前はここは堀ではなくて宇賀山という山でした。で左が亀田山、右が赤山、一連の山続きでした。でそこに城を作っても江戸時代すでに鉄砲などが流通してますので敵に簡単に攻められます。そこで大きな堀を作ろうということで山を掘削しまして、で深さは3メートルから5メートル、幅は50メートル。この白い屋敷ね、大変気に入って住んでみたいというような感想を話してましたけれども、ここは県知事公舎ですので、まず住民票を移してもらってなおかつ県知事に当選しないと住むことできません。右の塩見縄手は日本の道百選の一つに数えられます。松江の歴史美観保存地区に指定されています。でこの辺りは奥高200国から600国の中級武士の屋敷が並んでいたところです。江戸川吉宗の時代、享保18年1733年一度大火に見舞われまして屋敷も樹木も焼けました。でその後復元しまして、それから280年、江戸の中期からの佇まいを残している貴重な文化財、中級武士の武器屋敷が今続々車が通っているところですね。格子窓が見えるところです。門番さん、中から外の様子を伺ってお客さんが見えたら中に招き入れました。で中に入りますと表玄関、それから座敷はお客さんを迎えますのできれいに整えられています。でさらに奥の方に進みますと家の人の私的な生活空間になりますので、質素と倹約と公家と私が区別できる作りになっています。で入り口の門は長屋門と言います。入り口の門のところにかかっている提灯の家紋は宇治家さんという中級武士の家紋だというふうに申しました。今に上がれます。三方の庭が開けていまして、だからそこは大変気に入って執筆活動をしていたということです。もし読んでてません。地下に埋設されてます。で車とか人を除けば江戸時代タイムスリップしたような景色になりますね。時代劇のテレビ映画の撮影に使われます。で TBS 系列水戸黄門の撮影にも使われたことがあります。佐藤健、宇野に献身は残念ながらまだ来てませんね。来てくれると宣伝効果は大いですけどね。
はい、それでは右の新橋をくぐりまして古谷城西門に到着します。古谷城西門で多いお客様はお忘れ物がありませんよう荷物の確認をお願いします。で船が完全に止まってから下船をお願いします。で古谷城西門を出ますと唐黒城西門の方に向かいます。北から南へ進みます。で近くにつながる橋、西の稲荷橋を通過します。西の内堀に入りました。松江城築城当時は20メートル30メートルあった堀です。で右の方に見えませんけれども外堀があります。外堀は80メートル近くあった大きな堀です。鉄砲の当たる確率が高いのは40メートルまでですので、ね、その2倍の80メートルありますのでね、なかなか鉄砲は当たらない距離ですね。で左が亀田山、城の周りというと石垣をまず想像されると思いますが、松江城の場合はご覧のように西側は豊かな自然を残している森になっています。たくさんの種類の木が植えられています。石垣の代わりをしますので中が見えにくいような葉っぱの広い広葉樹、葉っぱの落ちない常緑樹、縁起のいい木はエノキ、燃えにくい木はタブノキ、エノキ、シイノキ、タブノキ、ハゼノキ、ドングリ、クルミ、一番多いのがヤブツバキです。で椿の木はこれから南に向かって約400本植えられています。でその椿の油は現在も使われますが、江戸時代は食用油としてお殿様御殿女中さんの髪の毛の油、刀の錆止めとして使われました。でこの堀からたくさんの魚がいます。たまに跳ねるのはボラです。息を待って船の中に入ってくることもあります。鯉とか船もいます。ボラというと海の魚ですね。この堀川は実は、日本海海につながりますので塩水が混じります。でその関係で海の魚も見られますね。ボラとか40メートルを通過します。通過時間20秒から30秒。前方ちょっと見えませんかね、右側の方にオレンジの部位が浮いてますが、あの部位を過ぎたあたりから屋根を下げます。今潜水夫さんが使っておられますけどね、巻き込んだら大変だな。はい、あの船の横あたりから屋根を下げます。しじみ、アマサギ、シライモといった美味しい魚介類が取れます。前方の橋は西海橋、ルートの中で一番幅の広い橋です。橋の下大変エコーが効きます。音響効果抜群ですね。カラオケの練習にもってこいです。伴奏はありませんけれども、橋の下に入る前から歌を歌い始めて、橋の下に入りますと歌がエコーでどう変わるか試しに船頭が歌っていますので、橋の内と外でね音の違いを聞いてみてください。はい、それではこの辺りから歌い始めます。我もこう街をすればおろしが吹いて、線香がやけにつきにくい、さらさら揺れる我もこう、ふとあなたの吐息のようで、盆の休みに帰れなかった、俺のずさんさ嘆いているか、あなたに
あなたに謝りたくて仕事に名を借りたご無沙汰。あなたに謝りたくて山裾の秋一人会いに来た。ただあなたに謝りたくて。はい、ありがとうございました。橋の下、大変美味しい魚に恵まれてます。のどぐろもその一つですね。出雲市の駅前に行きますと居酒屋日本海というお店があります。そこでは丼のグランプリ2年連続日本一を受賞しましたのどぐろ丼を提供しています。出雲大社に行かれますと鳥居が4つ、南から北本殿に向かって並びます。一の鳥居が一番大きな白い鳥居です。でただいま工事中ですね。その二の鳥居のところに歌手の竹内まりやの実家であります竹の屋旅館さんがあります。前方左側オレンジの部位が見えてきました。あ、今見えてない、左に曲がって、神戸橋という橋を通過します。もう最初に通過したのが40メートルの長い橋がありません。短い橋ばかりです。一気に通過します。あと3つ低い橋を通過します。四季があったところです。で前方の橋は新与那橋も見るからに低い橋ですね。2番目に低い橋です。あと2つ低い橋を通過します。いざという時には上の階に引っ張り上げます。下の階から敵は攻めてこれないというような仕組みになっています。その他石落とし、鉄砲を打つ隙間、弾などを作りましたけれども、実際には戦にはなっていません。第二次世界大戦の空襲の影響も受けていませんので、松江城保存状態大変よろしいという。前方の北堀橋を送りまして、すぐ左を見ていただきますと5本の大きな登り旗が見えてきます。これは松江ホランや日本三大船神事の一つ、広島県宮島厳島神社の還元祭、大阪天満宮の天神祭り、それと松江のホランや日本三大船神事と言われる。大橋側に100艘余りの船が出まして勇壮な船神事を展開します。その様子は YouTube の方に動画でアップされています。松江ホランやで検索されますと、この豪華絢爛な時代展開を見せてください。